今回はキャンピングカーにドアホンを取り付ける動画です不在でも遠隔で話すことができるドアホンがありましたので取り付けてみました外からノックされることはめったにないのですがノックされる理由がほぼ車両移動の依頼であるため外出時にも連絡が取れるようにと考えました一見するとドアホンに見えないのですがドアホンに近づくとボタン部分が点滅するため ドアホンのボタンであると気づいてくれることでしょう夜間には赤外線モードになるため暗くても外の状況を確認することができます日常で役に立つのは内側から鍵を開けてもらう場合です今まではノックされても防犯のため窓から確認してから開けるようにしていたのですがドアホンを取り付けたことによりチャイムと同時に確認ができ便利になりました買い物で両手がふさがった状態でも チョンと押すだけで良いためノックするより楽ですチャイムを押すと車内に設置したモニターのほかアプリ通知もありますので車内車外ともにコンタクトをすることができますインターネット接続が前提ですがモバイルルーターでインターネット環境を整えている場合には良い選択肢の一つだと考えています人や車両を検知して自動録画もしますので不審者が車両の周りを確認していないか チェックもできます。あらかじめチェック対象を絞ることで不必要な通信が発生せず効率的です電源は AC8V から 24V という低電圧 AC でしたので AC100V から AC12V へトランスで高圧させましたバッテリーも内蔵しているため AC 電源が切れていても内蔵バッテリーで稼働しますまたインターネット接続が切れていても 内蔵メモリに保存されるためインターネットへ再接続すれば保存内容を自動でアップロードしてくれます。ごご視聴ありがとうございました。